いません。はい、ジムデビューしたてなんですけれども、はいはいはい、本を出しましたで、1ヶ月かけて皆さんからネット上で感想が返ってきました。うん、見るたびにハードル上がっていくんですけれども、見ない方がいいよ。うん、見ない方がいい。見ていいのはね、褒めてくれる言葉だけだから。こう誰に対して書くかって大事だからね。そのこう見えこう小さい声でこうやかましい声を上げる小さい人に向けて話をするのではなくて、声を出さない人間の方が圧倒的に多いんだからさ、そっちに向けて話をしようねっていうことがありますよ。褒めてくださる意見もいっぱいいただいてるんですけれども、批評家や評論家の方々がこう、この作品はこういうふうに、こういうふうな文脈で、こういうふうな社会情勢を描いている、こういうみたいな感じで評価してくれたのを見て、じゃあ、次の作品、自分どう書きゃいいのみたいな感じなんですけど。いや、踏み出さない方がいい。だって書きたいもんあるんだろ。あ、はい。だったらそっち書きゃいいじゃん。だってさ、評論家のために書くわけじゃないんだから。あ、そうですね。うん。と思いますよ。ありがとうございます。いえ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 。